はい、カバー中袋、カッパ園長です。じゃあね、次はね、世界中の人たちが何を言ってるんだこいつはと、これ何かというと、中国がね、ヨーロッパ、EU の諸国に対、ほら、王毅外相が歴訪してるじゃないですか、ヨーロッパ、欧州をね。で、その行く先々で、ヨーロッパの各国で、要はアメリカ米軍に対抗するように、呼びかけると。でそれについて、はっていう反応ね、そりゃそうなるんですけども、ちょっと見てみましょうかね。中国がね、ヨーロッパに過激派、これはアメリカですよ、過激派の米軍に対して団結するように呼びかけるっていうね。今日のおまゆはここかな。で、アメリカが太平洋で同盟関係を築いている中、中国はヨーロッパに、対米戦線を呼びかけて切り離しを目論んでいると。もうこれはガチでやり合うつもりかな。そうせざるを得ないんでしょうけどもね。で、日曜日かな、中国の王毅外相は、パリの聴衆に向けて、我々は決して中国第一で話はしないと述べた。でこれはトランプ大統領のアメリカ第一政策をやゆったものであり、現在、対米外交が始まって以来、我々は最も深刻な状況である。で、アメリカは他国に対し味方になるよう強要し中米関係をさらなる対立へ追い込もうとしている。中国と EU はこの憎しみの扇動に対して共同で対抗するべきだと、こんなことを言ったらしいんですよね。さて、じゃあここからちょっと国籍わかんないですけども、順番にね、海外の反応を見てみましょうかね。まず最初、アメリカは別に好きな国じゃないが、中国の味方をするというのは完全にノーだ。そりゃそうなるんですよね。でそれに対して、それな、中国とアメリカ比べてる人間の気が知れない、唯一の共通点は指導者がアホというだけで、中国は積極的に情報統制を行っている。でさらに続けて、アメリカへの批判はわかるが、中国は自由と人権への明確な脅威だ。1970年代の冷戦と同じだ。アメリカは天使などではないが、ソ連ははるかに邪悪だった。自由世界は遅かれ早かれ中国に対応しないといけない。それが手遅れにならないことを祈るよ。でさらに続けて、中国はナチスルートに進んで世界の大きな脅威になるか、ソ連ルートに進んで冷戦の後に崩壊するかのどちらかだ。で、それに対して、中国は30年前くらいから崩壊すると聞いてるが、結果的にまだ崩壊してない。問題は中国がソ連の失敗から学んでいるということだ。一方で、西側諸国は冷戦がどういうものだったのか忘れている。もし1975年に、自由世界がソ連で製造業をやっているとしたら、今頃我々はロシア語を話しているぞ。でそれに対して、中国は現在崩壊中だ。で次の人、ナチスドイツがヨーロッパ全土を脅かした後に団結を呼びかけるようなものだな。で、それに対して、中国はいい国じゃないか、ちょっと人権、強制収容所、臓器狩り、メディア検閲、言論の自由の欠如、監視社会、生鮮市場、警察の残虐行為、民主主義の欠如、香港占領を何とかすればいいだけだ。皮肉でしょうかね。で、次は、ヨーロッパを第三次世界大戦に巻き込まないでくれ。で、それに対して、ヨーロッパはすでに当事者だろう、経済的にも広大な結びつきがある。で、さらに続けて、第三次世界大戦に発展するとは思えないが、もしなったとしたら NATO は同盟国を守らないといけないから選択肢はない。で、次の人は、州の習近平とその強制収容所はなくさなければならない。中国は経済力のある大きな北朝鮮でしかない。で、それに対して北朝鮮は仮面を脱いだ中国だな。で次の人が、数百万のウイグル人を民族浄化しながらこう言ってるんだぞ。で、共産党は我々のことは気にしないでくれ、ただ少数民族を寄宿学校に入れているだけだ。これは共産党の言い分ですよね。で、次の人、習近平よ、お前は間違ったドアを叩いてるぞ。で、アメリカは確かに、クソなことをしているが、中国はないわ。中国で抗議運動なんてしたら天安門虐殺パート2だろうと、こういう反応なんで、分かりやすいし、そうとしか言いようがないでしょうね。切り離しを目論んでる、と言っていましたけど、中国の人たちの目論みに従ってたら NATO の意味がそもそもなくなりますからね。でも、中国をね、アメリカのドル経済圏から、追放したとしますよね。でもそれで国家は崩壊するのかなってとこなんですけど、国家というか中国共産党ですよね。で、それよりも、
米軍が、まあ、南シナ海で、徹底的に、叩き潰す、これはまあ効果があるはずですよね。うん、まあ、要は今の中国の状況、ね、まあ、こういう、ね、動きを見ると友達がいないと、でそのことに気づいたと、やっとね。で、まあ、それで小山の大将を気取ってたわけですけども、まあ、要は自分本位な愚か者ですよね。うん、とある半島のあの人たちとあんま大差ないんじゃないですかね。で、まあ、徳川はね、もうなんか問題だらけなんで、日本はちょっと、日本からするともう実にめんどくさい人たちとしか映んないですよね。うん、まあ、ただ、半島はそう、それでもいいんですけど、中央がちょっとね、真面目に、対応しないとね、うん、もう結構やられちゃってるんで。で、まあ、コロナの蔓延で、中国と関わって、もう、何にもならないところじゃないですよね。うん。マイナスにしかならないということが、もうそろそろいかん気づいて目覚まさないと、うん、本当にこのままずるずる、ガタガタガタっとやられちゃうんでね。だから、これでまだ、ね、中国が大事とか、いろんな意味ですよ。経済も含めてですけども、ね、もうだいぶ、やられちゃってますかね。うん。まあ、握らされたのか、引きずり下ろされたのか、うん、まあ、洗脳みたいなもんが効いてんのか分かりませんけどもね。ていうか、こんなことをね、言わせといたらダメですよね。うん、だってそれよりも先に武漢ウイルスのね、うん、なんていうの、賠償金とか一切合切、責任取らせないとダメですからね。うん、で、まあ、王毅外相はね、このパリの調子に向けて、我々決して中国第一ではないみたいなこと言ってた回だったじゃないですか。経済でのじゃあ不平等条約とは何で、何ぞやとかね、中国がほらグローバル推進とか、うん、どの口が言うんだと、ふざけてるとしか思えないぞと、うん、だからまあ企業はね、情報提供と簡単には足抜けできない、システムにイエスと言わなければ中国市場の恩恵を受けられないわけじゃないですか。だから中国一強になる経済システムですよね、これは。だからこれをグローバルで開かれた貿易だとか言い張るんだからね。うん、だからそれも承知で中国のね、中国に進出している企業は、まあ当然それ覚悟していってると判断していいでしょうね。うん、このご時世にね、しかももう数多くのね、中小企業なんかも含めて、痛い目にあった企業って一つ二つじゃないわけでしょ。ね、当然そういうね、話を聞いてるわけですから、実際にね、痛い目見た人たちの、うん、それでもっていうんだったら、まあじゃあどうぞどうぞですよね。だって そうだな、まあでもここに来たらね、もう中国崩壊後はね、欧米あと日本、うん、まあ土地が含まれるのかどうかはちょっと微妙ですけども、まあね、資産山分けといったらあれでしょうかね。うん、だから呼びかけるんだったら、まあそんなもんもうほぼほぼ決まってるなんて話もあるぐらいですからね。だから呼びかける相手が違いますよね。うん、呼びかけるならロシアね、あと半島、うん、じゃないかなって思うんですけどもね。それじゃあんま役に立たないか。まあ EU にとってね、コロナを除けば、まあ中国の脅威はそこまで、どうだろう。まあ一部ドイツとかね、イタリアとか、あとスペインもそうだっけな。うん、結構引きずり下ろされちゃっている感じがするところはないわけじゃないですけどもね。うん、まあそう簡単には切り崩されないんじゃないかなとは思いたいですけどもね。まあ少なくとも英国はアメリカとね、歩調を合わせるだろうけども、ドイツはやっぱ流されてね、フランスはひよって何もしない可能性はありますよね。うん、まあそうだな。あとはその元、そもそものこの欧米の人たちのね、白人の人たちの、うん、考え方というか基本的な捉え方としては、やっぱり白人連合ですよね。うん、だからまあ我々日本人なんかも含めて、うん、やっぱりなんかこう肌の色とかで差別してきますよね、アジアのね、黄色人種の人たちに対しても。うん、だからまあそういう意味では、その中国の人たちは、まあこの王毅外相なんかね、そういう意味ではまだ白人の人たちがどういうもんかっていうのを、まあ、知らないのか、知っててももうこういう動きをせざるを得ないのかわかんないですけども、ね、うん、だから例えばそのユダヤの国際財閥が裏にいるとかなんとか、うん、どうなんでしょうね、金を取るのか自由を取るのかっていうところなんでしょうけども、こっから先はどうだろうね。まあ先着何名したら変な話ですけど、
ね、うん、だからあとはここまでって途中で切るでしょうからね、うん、だから欧州で一番結びつきが強くて、ね、中国側でやばいなっていう感じはやっぱドイツじゃないですか。欧州支配をドイツに申しかけてその代わりまとめろって感じになるんじゃないですかね。だからアメリカに太平洋を二分しようって言ったのと同じ交渉をするはずですよね。だから結局中国につくことはもう一つの大きな独裁国家を作り出すことになる、そういうことなんじゃないですかね。うん、だまあ中国国内で、ね、もう民衆が立ち上がらないじゃないですか。だからまあ中国でいう愛国教育が功を成した感じですよね。うん、さて、アメリカは近頃他国の利益より自国の利益優先の米国第一主義、になって何年ぐらいかな、うん、でも中国の、ね、自国の利益以外は一切考えない中国唯一主義、これよりははるかにマシですよね、うん、と思いますが、ということでね、今回は以上になります。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。これね、このパターンよく、我々はもう耳にしていると思いますけど、ほら日本の反日パヨク界隈とかもさ、うん、よくね、あと半島のあの人たちなんかもこれよく使うパターンですよね。だからほら我々も悪いが日本もですよ、ね、だからもう要はこのなんていうのかな、世界中のね、うん、左側の人たちがもう中国擁護ちょっと苦しくなってきてるじゃないですか。だから中国も悪いがアメリカも悪いっていうどっちもどっち論で要は工作を開始してるってことですよね。うん。